グアンパーということで、フェラガミ実況、神田さんルート、続きの方やっていくんですけれども、いや、ちょっとね、前回のコメント欄、ちらっとね、見たんですよ。最近さ、コメントあんま返せてないんだけど、まあ、ちらちらね、ちょくちょく見てるんですよ。で、そしたら、なんか、ゆずソフトさんのさ、過去作ネタが、こう、入ってるらしくて、と思って、なんだろうと思ったんだけど、ここね、とある人生相談でそういう答えがありましたっていう、なんか風俗行った方がいいんじゃないですかみたいな話で、なんかこれがね、なんかサノバウィッチのカウントダウンネタらしいんだよね。オナチさんのお悩み相談っていうのがなんかあるらしくて、なんかそれのネタらしいんだよね。へーと思って、全然知らなかった。マジで知らなかったですね。ちょっとサノバウィッチはね、マジでね、ちょっと、俺の知ってるのがさ、もうチャローとメンカタカラメと、これ何に使うんですかと、あと、なんだったっけ、ピンクのあれが落ちちゃいましたみたいな。なんかそこら辺のネタしかわかんないから。なんかね、ここら辺のカウントダウンネタマジでノーマークだったわ。いやー、ちょっとね、ちゃんと見ないとな、そういうところもな。はい、ということで、そんなことはいいんですけどね、続きの方。じゃあ見ていきましょうか。これが、私のスマホ。ようこそ文明社会へ。黒電話だって十分文明的でしたよ。いや、古すぎる。黒電話はさすがに古すぎる。でも、すごい軽いですね。そんなに軽くて多機能だなんて。なんでそんな恐る恐る触れてるんだ。もっとしっかり掴んだ方が安全だぞ。下手に触れると壊れてしまうんじゃないかと不安で。なんかシリコンカバーとか買った方がいいんじゃないか。なんか神田さん怖えよな。ちょっと触れてるだけで壊れるならそれは不良品だ。早く交換してもらった方がいい。スマホなんて使ってなんぼだろう。それはそうですが、一体どうやって使えばいいのか分かんねえよな。最初な、まず設定から分かんねえもんな。そのハロー、こんにちはとかってさ、 iPhone いきなり開いてもさ、そっからどう初期設定すればええねんってなるもんな。分かんないと。最初まず SNS とコミュニケーションアプリをインストールすればいいんじゃないか。いいんじゃないかじゃねえんだよ。そこがむずいんで。まず私知ってますよ、 LINE というやつですよね。おお。でもどうやってインストールするんですか。こんなに小さいと CD ロムは読み込めませんよね。まさかのコンパクトディスク。いや、まだまだフロッピーディスクじゃなくてよかったわ。CD ロム、ちょっと何言ってるのか分かんない。アプリなんてこうして検索してここを押せば自動的にインストールが始まるし、あとは起動してこっちも初期設定を終わらせる。これで皆さんと連絡が取れるんですか。そっか、もう初期設定は終わらせてたんだね。てか、キャリア契約とかも一緒にしたってことなのかな。え、もうだって Wi-Fi とかないとね、通信できないもんな。 ID を交換する必要がある。高峰さん、交換をしてもらえますか。かわいい。何今の目線。あ、待って、これボイス登録ってこれスイッチしてなかったな。登録しました。あ、OKOKOK。 もうね、もうすごい時間に撮ってますよ。めっちゃ遅い時間に すいませんね、なんか遅れちゃってね。ちょっとすぐに上げますんで動画。ああ、もちろん。秋月さんのコードを表示させ、俺はそれを読み込む。これでよし。今ので完了したんですか。ああ、これでメッセージのやり取りができる。そう言いながら俺は試しに秋月さんにメッセージを送ってみる。これからもよろしく頼むと。急にブルってきましたよ。ブルってブルってきました。今のは俺が送ったメッセージだ。ほら、あ、よろしくって、しばらく画面を見つめていた秋月さん、そして恐る恐る人差し指で画面に触れる。上下左右に動いていることから何か返信をしようとしているんだろう。ああ、フリックでね。俺が静かに待ち続けていると、ついに俺のスマホが新着メッセージを告げる。こちらこそ、よろしくお願いしやす。いや、でも、ここまで逆によく書いたな、普通に。こちりこそとかさ、なんかさ、なんかそういう感じになるのかな。でもなんか、ところどころ間違えてんのかなと思ったら、ここだけしか間違えてねえじゃん。結構、できんだな。ということで。提案でいくショーになったな。高峰さん、しやすになってる。え、お願いしやすになってる。
慣れてないから間違えちゃっただけじゃないですか。そんなに笑わなくても。悪い悪い。修正ってどうやるんですか？そうだな、スマホの操作に慣れるためにもちょっと自分で探してみるといいと思うぞ。そんな意地悪すぎませんか？もう、いやもう、いや可愛い。どうしたの？登録しました。どうしちゃったの、カンナさん。無双してんな、ちょっと可愛さが。秋月さんはミスしたメッセージを編集しようと必死に該当する機能を探していた。まあ送信取り消しはできても編集する機能はないんだけど、確かになんか編集と思ったけど。なるほどね、そうだよな、だいたいこう長押しして消してって感じだもんな。構成遊びやがったな。まさか修正する機能そのものがないなんて、悪ふざけが過ぎます。まあでもこういう経験させた方がいいよね、あの印象に残るもんな。私がどれだけ必死に探したか。勉強にはなるかなと。メッセージの誤送信には気をつけようっていうさ。それはそうですけど、先に言っておいてほしかったです。あとただの打ち間違いで笑いすぎだと思います。まあそれはな、悪かったよ。いつもの秋月さんにはないミスで可愛いと思ったかな、ついついじゃありませんよ。女の子をいじめて困ってる姿を見て楽しむなんて子供っぽくて趣味も悪いです。まあでも昴生君なんかたまにそういうところあるよな。そんなんだからいつまで経っても童貞なんです。胸に突き刺さるな、その言葉。いやその環奈さんに言われるとな。確かに子供っぽかった、俺が悪かった、本当にすまない、ちゃんとお詫びもするから。お詫び？何してくれるんですか？お詫びに夕食をおごるってことで、一緒に夕食でもどうだ。なんだそれ。どういう流れなんだよ。あれ、お、カンナさんに昴生先輩じゃないですか。メイさんじゃないですか。あのその左目の隠された能力がまだ秘められたままですか。こんなところで何をしてるの？ちょっと買い物に。二人の方こそ何をしてるんだ。今日はお店が定休日ですからね、たまにはリフレッシュをしようってことになったんですよ。あーでもやっぱ仲いいよなこの二人な。平日だし遠出はできないけど美味しいものを食べようって話になってさ。なんだスイパラにでも行ったのか。お給料もいただいたことですしね、懐具合に不安もありませんから。昴生くんはここで何をしてるの？カンナさんも一緒に。もしかしてデート？まあ言うと思ったわ。まあまあそういう流れになるのかなって思ったけど。二人はそういう関係だったんですか。まあこれから夕食行くんだもんな。そんな大げさな話じゃない。秋月さんがスマホを買いたいって言うから機種を選んだりするのに付き合ってただけだよ。あ、そうだったんだ。でスマホも買ったからこの後一緒にご飯を食べようかと。それはちょっとおかしくないか。まずねスマホ買ったんだからじゃあバイバイでいいじゃん。話を聞く限りものすっごくデートっぽいですけど。別にごまかしたりしなくても。まあ確かに残念ながらそういうのではないんだよ。食事だってお詫びだしな。お詫び？私にスマホの知識がないからって高峰さんが意地悪をしたんです。ほんと高峰さんは性格が悪いんですから。でも環奈さんもちょっとカウンターいじりネタじゃないけどさ。なんかこう若干そういう目なんだ。これ何なの、本当に嫌がってる目なのかどうなのか分かんねえんだよな。エロなの時みたいな感じさ。でもそこら辺が分かんねえんだよな、塩梅が。ちゃんと謝ってるのに。ああ昴生君ってそういうところがあるよね。望みも乗っかるな。本当のことだもん。その感じだともうスマホを買ったんですよね。はい、これですよ。それこの間出たやつ、カメラが高性能なんですよね。あーなんか最新機器買ったんだな。 ID の交換しましょうよ。 ID の交換。私とも交換してください。あそっかそっか、交換しそうだよね。スマホ持ってなかったからしてなかったんだもんな。はい、もちろんです。あ、交換のやり方はですね、これをこうしてコードを表示させればいいんですよね。はい、
じゃあコードを読み込んで、今メッセージを送りましたから登録お願いしますね。あ、私も今送りましたから。はい、夏目さんにもね送っとかないとな。こうして連絡先が増えるのって想像していたよりもずっと嬉しいですね。あーでもな、やっぱ増えてる時は確かになって思うけど、なんか結構増えてくるとさ、それはそれでだよね。じゃあね、鬱陶しくなってくるけどね。どういうか、グループを作るか。あー、え？グループって作ってなかったっけ？なんかメイさんルートの方ではなんかさ、なんか女子のやりとり、あーしてなかったかな？ちょっとごめん、ちょっと記憶にないわ。あ、そうだね。それがいいよ。グループ？1対1じゃなく、みんなでメッセージのやりとりができるようにする設定だ。ネットの掲示板みたいなものですか？スレッドみたいな。いや、古すぎか、マジ。というか、今までグループなかったんですね。よかった。ああ、マジか、なかったんだね。もしかして、私だけ招待されてないのかと思って、たまにドキドキしてました。実は、裏で嫌われてるのかもって。そんなひどいことするわけないだろ。あんまり必要性を感じなかったんだよ。昴生くん、メッセージでやりとりとかあんまりしないもんね。まあだろうな。用事がなければわざわざメッセージする理由もないし、それにほぼ毎日店で会ってるし。じゃあ早速設定しちゃいますね。グループを作るのはいいんだが、そんなに連絡すべきことってあるか？別に仕事以外で使ってもいいと思うけど。ああ普通にな。なんか、こんな美味しいものあった飯テロみたいなのでもね全然いいですよね。まあうちのなんかディスコードではね結構そういうのありますけど。そうですよ、気軽に使えばいいじゃないですか。例えばこうやってアルバム作りましたとか。いいね、そういうの。お店の写真とかあげちゃおう。ああ、そう言って次々に写真が投稿されていく。チキさんとスズネさんは今頃何事って驚いてるだろうな。写真がこんなにたくさん。やっぱり最近の若い人はすごい量の写真を撮ってるんですね。あーでも確かになんか写真だけでさ、こう相当容量食ってるみたいな人もいるよね。何言ってるんですか、これは全部お店の写真ですよ。スズネさんが作ったケーキだけじゃなくって、ウェイトレスの服を着た時とか、お初日を終えてぐったりしてるところとか。なんかそういうところもな、細かいところ撮ってんだ。前に3人で撮った写真もあげちゃいますね。いいんですか、この写真私がもらっても。いいに決まってるじゃないですか。じゃあ、あのミカドさんの写真もあんのか。ありがとうございます。なんだか照れますね、写真とか今まで撮ってこなかったので。おー、せっかく高性能のカメラ機能があるんですから、たくさん撮っていきましょうよ。あ、それでメイさんに教えてほしいことがあるんです。ん？お店の宣伝に使う写真をこれからは私も撮っていこうと思っているので、コツを教えてもらえないかと。あー、そうだよね、スマホ買ったからな。それぐらいいつでも OK ですよ。私もカンナさんのスマホのカメラの機能に興味がありますしね。じゃあ今から一緒に食事に行きませんか、せっかく出会ったわけですし。え、でもデートじゃないから別にそういう気の使い方はしなくていいんだけど。じゃなくて3人分もおごるってなるとさすがに大変だ。おごる前提なのな。いつの間に2人の分までおごる話になってんだよ。ダメなの？ダメな、逆になんだその。のぞみさん、もうちょい可愛く言ったらオッケーかな。まあ来るならおごるけど。え、いいの？本当に？半分冗談だったんだけど。もう現金だな、のぞみさん。もう半分は本気なんだろ。いいよ、二人ともバイトを頑張ってくれてる。それに俺は男で、しかも年上だからな。昴生くんのそういうところ好き。便利なところみたいな、そういうな、全然嬉しくないぞそういうの。調子いいなお前。昴生くんには負けるけどね。私もいいんですか、本当に。
この状況で一人だけ自腹にするのも気持ち悪いしな。ならお言葉に甘えさせてもらいますね。ありがとうございます。流れで3人分おごることになってしまったが、まあいいか。そんな格式ばったお高い店には行かないだろう。じゃあどこに行く？考えながらなんとなく駅の方に視線をやってみた。すると向こうに見知った顔を見つけた。お、ん？あれ偶然なのよ。これまずいぞ。これはちょっとまずいかもしれないぞ。鈴音さんまでおごる流れか。これは鈴音さん、どこかに行っていたんですか？ちょっとね、有名なお店のケーキを食べて味の研究を。そっちは？みんなで集まって何してるの？結構そういうので回ったりしてんだな、鈴音さん。今からみんなで夕食を食べようって話をしてるんです。鈴音さんも一緒にどうですか？こうして出会ったのも何かの縁。せっかくだから一緒に食べましょう。どこかで食べて帰ろうと思ってたから別に構いやしないけど。俺たちも偶然ここで出会っただけですから気にしないでください。そっか、じゃあ気にしない。でもこうなってくると夏目さんを仲間外れにしてるみたいですね。そうだね。じゃあ夏目さんも呼ぼうか。何人おごればいいんだ？それはあるかもしれませんね。四季さんはそういうのあんまり気にしない気もするが、騒がしいのは嫌いだからとか断られる可能性もあると思うけど。だとしてもだよ、後から知ったら寂しいでしょ、こういうのって。ああ、誘いを断るのとそもそも誘われなかったのでは大きな隔たりがあるかもな。食事は一人で静かに取るものですことよ、うん、なんて雰囲気を出してても誘われてないってショックを受けるかも。裏ではなみたいな、お嬢様系にちょっとあるやつ。夏目先輩ってツンデレっぽい一面がありますからね。若干あるね。誰がツンデレか。なんか夏目さんがポップしてきた。やばい。スライムのごとくポップしてきた。夏目先輩、どうしてここに？すごいな、夏目さん存在感ありそうだけどね。買い物、夕飯とか日用品の補充とか。おお、なんか勢揃いしちゃったな。そしたら見知った面々が集まってるから、うん、あとさっきの共有アルバムも何？突然どうしたの？カンナさんがスマホを買ったんですよ。へえ、ついに。今までグループも作ってなかったけど、いい機会だから作ろうって話になって。写真も共有した方がいいんじゃないかって思ったんですよ。ほら、買ったばかりのスマホってデータがなくて寂しくないですか？それあるよね。カンナさんの場合引き継ぎのデータもないから余計に。そういうもんなのか。俺の周りではあんまり写真とか撮らないからな。あ、俺も撮らないな。スクショは撮るけどな。バシャーっつって。何か共有するような写真あったかな。番号とか ID とか教えてよ。あ、はい、もちろんです。夏目さんも教えてもらえますか？あ、はいはい。今から一緒に夕食でもって話になってるんだけど、うん、夏目さんも行くでしょ？待ってくれ待ってくれ、もうおごりはやめようぜ。もうこんな人数になったら。そりゃあまあ断りはしませんけど。おお、来てくれるんだ。じゃ決まり。いやでも昴生君もう花ですよ。こんなね可愛い人たちと。早速移動しましょう。私お腹がペコペコですよ。どこに行きましょうか？食べたいものとかありますか？あ、なら私焼肉に行きたいんだけど。おお、焼肉。そう、夏目さん結構そういうの行くんだよな。焼肉ですか？これまた意外な。意外だけどね。なんで焼肉なんですか？一人だと焼肉屋さんって入りづらくない？あ、それはわかる。ラーメン屋とかは全然気にならないんだけど、うん、居酒屋とか焼肉屋とか周りが賑やかなお店だとね。うん、そうか、ラーメン屋とかね。のぞみさん、何か心当たりがあるんじゃないですかね、パラレルワールドでは。それです。食べたいって思うことはあっても叶えることができなくって。
家でお肉を焼くのとは全然別ですもんね。ああでもまあそれは確かにわかるな。焼肉男女で焼肉待って待って、ちょ焼肉でこの人数ってなったら相当な金が飛ぶぞ。どうした、何かエロいことを考えてる顔だな。何を想像したんだ。考えてませんよ、私はただ変な勘違いをしないでほしかっただけです。どういうことですか。男女で焼肉、うん、勢力をつけてそのまま今晩なんてことはありませんので。そういうことか。古いなその考え。そもそも今回みたいな複数人の場合には当てはまらないだろう。秋月さんってやっぱり処女をこじらせてるわね。ねえ、おばあちゃん処女ですよ。もうロリ処女じゃなくてもうおばあちゃん処女ですから。やっぱりって何ですか。やっぱりって、何にしろ反対はないってことでいいの。意義なーし。お肉も美味しいですよね。久々だな焼肉。これ大丈夫かな。マジで大丈夫か昴生くん。決まりですね。それじゃ焼肉に行きましょう。お店はどうします。ここら辺に焼肉屋さんってあったかな。検索すればいいんじゃないの。あ、ちょうど最新のスマホを持ってる人もいることだしさ。あーそうだね。もうまあでもやっぱ予約しないとっていうところあるけど、まあまあまあ普通にねこう飛び入りでも入れる場所結構あるからな。そうでした、カンナさん調べてみてくださいよ、そのスマホで。はい、でも検索ってどうやれば。あ、簡単ですよ、ネットにつなげて場所と焼肉って入力すれば。あ、いっぱい出てきた。これ全部焼肉屋さんなんですよね。夏目さん、お店の希望なんかはありますか。え、あ、そうだな、酔っ払いに絡まれたりしないところがいいかな。どこだそれ。それどこなんだ。なあの席と席が近いところはなんか嫌だよね。あのちゃんとこう区切られてるなんか居酒屋みたいな感じのところがいいよね。となると個室の方がいいかもね。あ、そうそう、個室居酒屋みたいな。じゃあキーワードに個室も追加して。ここなんていいんじゃないですか。ダメよ、牛角みたいなところ行ったらもう。マジで昴生くんの財布にお札がなくなっていくぜ。昴生くん、なんかどんどん増えてるんですけど、全員俺がおごるのかな。さすがにやめ、もういいんじゃないか。ご注文がお決まりになりましたらそちらのボタンを押してください。それでは失礼します。何ですかこの BGM。 おお、さてと何を注文しよっかな。ん、やっぱりとりあえず生かな。これ昴生。あ、これ昴生か。あ、なるほど、髪がこうなってんのね。なんかんと思ってた。これが顔か。で、髪の毛はこうさらっとこっちになってるのね。なるほどなるほど。なんか構成だけなんか背景と同化してんのかなと思っちゃって。いやいや、はい、まあ見ていきましょう。おやめなさい。お、すげえ。待って、この人数おごるはやばいぞ。そんな真剣な顔しなくても冗談ですよ、冗談。ウーロン茶にします。私もウーロン茶で。私も今日はソフトドリンクにしとくか。ウーロンハイではないんだ。私は何か炭酸を。あ、ラムネ懐かしい。あ、ラムネとか売ってるんだね。俺は緑茶にしとくかな。とりあえず適当に頼んじゃっていいの。あ、はい、お願いします。それじゃあアドンとハラミとカルビをお願いします。あと白米も。いやでもいいね。いや楽しいよな、なんかもうこういうの見てるとさ。いやもう今のね時期が時期だからさ、その友達と行けてないんですよ。居酒屋とかにもさ行ってないから、もうみんなさちょっとさすがにこうまあ我慢しようってことでさ。いやーちょっとね行きたくなってきちゃうね。いやーめいちゃんってがっつり行くよね。確かに、せっかく焼肉に来たんだもん、油の甘みを味わっていかないとね。まあメイさんはな、もう脂肪なんて消えちゃうからな。もう泳いで消しちゃうからな。そうね、めったに来ないんだから。うん、私もカルビとご飯を食べよう。さっきから眺めてるだけだけど、どうかしたのか。こんな風にみんなで賑やかに食事をするなんて初めてだったので。ああそうなんだ。
そうなのか。今までこんな風に関係を持った人はいませんでしたから。まあまあな。初めての感想は？楽しいですね。こういう賑やかな食事も。今日はスマホを買うのに付き合ってくれてありがとうございました。これぐらいならいつでも。いいんですか、気軽にそんなこと言って。引っ張り回しちゃうかもしれませんよ。いいんですよ、カンナさんなら。まあ、カンナさんならもう全然な。いいさ、それぐらい。休みって言っても用事がない日の方が多いからな。じゃあまた何かあったら頼らせてもらいますね。カンナさんは何か食べたいものってないんですか？え、あ、そうですね、このイチボって何ですか？イチボ？尻の先の方のお肉だね。それなりに希少な部位だった気がする。へえ、俺なんかそういうのあんまり頼まないから初めて知りました。とりあえず頼んでみればいいんじゃない。じゃあイチボをよろしくお願いします。ちょっとね、今触れてなかったけどイチボってさ、ここに出てきてない？なんか文字が出てきてたね。おっと思った今で、今消える瞬間にチラッと見たからさ、気づいてよかったけど。あと焼肉の写真を撮りたいので、このスマホのカメラの使い方を教えてもらえますか？おー、いいね。あ、はいはい、了解です。基本はカメラを起動させればいいだけなんですけど、美味しそうに撮るためにはコツがあるんですよ。ほう。光とか被写体のアングルとか、あと撮るときに空腹であること。ガチ勢や。空腹が関係あるんですか？あります。空腹の時の方が美味しそうってテンションが上がって気持ちが爆発するじゃないですか。おう。そういうテンションや感動なんかがとても重要なんです。うん、そうなんだ。なるほど。だからまず美味しそうなものを注文していきましょう。わかりました。カルビー、ハラミみたいな。うわー、お待たせしました。おお。美味しい。やべ、あー飯テロが。くそ、さっき飯食ったばっかなのに。カルビを焼いてご飯にのせる、このオリジナル焼肉丼がたまらんのですよ。あー、なんかもうちょっとスーパー行って肉買ってこようかな。時間的に無理か。確かに肉汁とタレが白米に染みて、うん、いい感じの味付けになりますね。つまんな、これ。おそらく夜上がるからさ、夜見てるやつら本当申し訳ねえな。いやもう完全なる飯テロ会だ。これぞ焼肉の醍醐味。うん、マリアージュ。あ、写真写真。お肉を焼いただけなのにうまいんだよね。うん、わかるわ。しかもみんなと囲んで食うこの焼肉はうまいよな。網での焼き具合は家で出すのが難しいですからね。おーっと、こげちゃん。こうせいくん、はい。ありがとう、のぞみ。夏目さんもどうぞ。ありがとう。でも世話ばっかり焼かなくていいから、すみぞめさんも食べて。焼き加減とか気になって勝手に覚えちゃうんですよ。美味しい一瞬を逃すのはもったいないですから。もう鍋奉行ならぬ焼肉奉行ですか。なんかいるよね。ちょっと俺がちょっと焼き具合コントロールするから。私もちゃんと食べてますから気にしないでください。そう、それなら行ってみてよかった。おいしい。このカルビ、油が甘くてうまいな。イチボもおいしいよ。お、じゃあそっちも。あー、私の育てた大切なイチボが。いや、どういうことやねんそれ。喧嘩しない、また焼けばいいんだから。普段はできるだけ出費を抑えることを考えてたけど、たまにはこういうのもいいな。少しお金はかかるかもしれないけど、みんなでワイワイと外食をするっていうのも。まあ全部支払いがコウセイくんっていうパターンなんだろうけどな、多分。うん、こっちも美味しい。どこの部位が美味しかったですか？どれも美味しいですけど、強いてあげるならタンが好みです。おー、タンいいよね。追加で注文とかします？食べたいですけど食べきる自信がないので。平気平気、若い男の子がいるんだから、いざとなれば全部任せればいいよ。出たー、その女子のパターン。いやもう食えないから、じゃあ食ってって言ってた。
で、あの上目遣いでこうね頼んでくる感じ。いや断れねえんだよなあれがな。全部高峰くん食べてなくない？ウォウウォウおいちょっとあの OMMC ネタやめて。食べてますけど。陽キャになるためには乗りよく、ゴールには乗っていく、これ大事いやいやいや、まあ、夏目さんも陽キャなところあるけど、そんなになんか絡んでないじゃないですか、その陽キャの方々と。まあまあ絡んではいるけどさ、そういうのはハラスメント、同調圧力ハラスメント。すみません、タンとハラミ2人前ずつ追加でお願いします。おま、しかも2人前って。高峰くんのちょっといいとこ見てみたい。うわー始まったか、夏目さんなんかそういうネタもちゃんと網羅してんだな。そのぐんぐんさ、こういろんなところにさ、こうぐいぐいぐい行かないにしてもさ、それお肉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 登録しました。地獄だろうなこれ、コウセイ君。なんで打ち合わせしたかのように息ぴったりなんだよ。冗談だってば、私も食べるつもりだから振りだけか。あ、私もまだ若干の余裕はありますから安心してください。いや、メイさんの若干はあんまり若干じゃない気がするんだ。私は割と限界気味だけど、数枚程度なら、まあこの様子なら2人前ずつはちょうど良さそうだね。遊び半分で頼んだわけじゃないならいいですけど何？なんだよ。いえ、楽しいなと思って。おー、まあそれならね。今日スマホを買いに来てよかったと思いますスマホがこれになると思わなかったけどね、最終的に。それならよかった。あ、そうだ、カンナさんのスマホですけど、スローとかも入れましょうよ、楽しいですよ。スロー？スロー？何それ。アプリですよ、写真を持ってデコちゃえるんです。うわー、それわかんねえや。なんか俺そういうの使わないからさ。前にもやったスタンプとかそういうやつです。やってみれば思い出しますよ。夏目先輩も撮りましょうよ。私はいいから。そう言わずに、鈴音さんも一緒に。もう注文が来るまで暇だしね。カンナさん。はい、それじゃあ撮りますよなんかあれだな、コウセイ君が若干空気になり始めたな。はい、チーズ。いいね。とっても美味しかったです、ありがとうございました。え、で結局お支払いはどうなったの？それはよかった。いいの？私たちまでごちそうになっちゃってみんなごちそうなの？マジ？自分の分くらいは自分で払う。もういいって、最初から俺がおごるつもりではいたから。なんだかんだで一番食べたのも俺だそっか、まあそれならって感じか。きっちり割り勘にするのも申し訳ないが、誰が何をどれだけ食べたとか計算するのも面倒だ。おごられる理由がない。おお、なら何か他の機会があった時、今日の分をシキさんのおごりで返してもらうってことで頼むよ。シキさんが払ったら、のぞみや日内谷さんも払わないとって気になるだろ。だからここは。そういうことなら分かった。まあ、次の機会にな。私もお言葉に甘えさせてもらおうかな。他人の金で食べる焼肉ほどうまいものはないからねそのビールみたいな、他人の酒で食う、飲む酒は美味しいんだぜ他人の酒でってなんだよ他人の金でね、飲む酒はっつって。機会があれば今日の分は返すよ。期待せずに待ってます。じゃあ今日はそろそろお開きにしておきますか。そうだね、ごちそうさまでした。おおなんかすごい絶景だったねはい、ということでじゃあ今回はここまでにしましょうか。まあコウセイくんはね、でもなんか全部こうコウセイくんがさごちそうしたにしては、コウセイくんもなんかなんだろうね、気持ちよく払えてた感じなのかな。なんかさ、もっとさうげーみたいな財布がーみたいな感じのくだりになるかなと思ったけど、まあでもこういうなんかお金の使い方だったら、まあコウセイくんもな、まあ自分も得したしみたいな、いろんな意味で、うん、まあ女の子とみんなでな、行けたしっていうのもあるし、はい、まあ良かったのかなってところですよね。まあということで、まあ今回ここまでなんですけど、
いやーいいですね。まあもう序盤はほんとほのぼのしてますね平和な感じだね、神田さんの序盤ね。まあルート序盤はね、まあこれからどうなっていくか分かりませんけど、はい、まあ焼肉会とかいろいろとね、こう序盤に挟んで、なんかどんどん平和な会をね、増やして、ちょっとギャグ会とかもね入れたり、なんかそういうのをねちょっと楽しみたいんでやっぱな、こうエロなルートはね、やっぱ そこがね面白いからな。でそっからこうシリアスに行くところのこうギャップみたいなところもあるんで、まあまあどうなっていくのかちょっとね今後が楽しみです。はい、ということでじゃあ次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうね。